チョコレートチップクッキーよりもアメリカって叫ぶクッキーがあるスモアクッキーを作ります。スモアっていうのはよくアメリカとかカナダで食べるおやつ、お菓子、おやつ、キャンピングとかバーベキューするとき、 basically when people make a fire out in the woods のときによく食べる。基本的にグラムクラッカー、チョコレート、マーシュマローを火で焼いて、ちょっと溶かして、上に乗っけて、もう一つのグラムクラッカーで挟む。で、こうやって食べるの。これがスモア。で、今日はこのスモアとアメリカのチョコレートチップクッキーを合体します。Alright, let's make some s'mores cookies. Let's go. 今回必要な材料は、ダークチョコレート、マシュマロー、グラムクラッカーズ、薄力粉、重曹、塩、バター、卵、ブラウンシュガー、グラニュー糖とバニラエッセンス。まずは小鍋に 150g のバターを入れて中火で溶かす。はい、こんなにバター必要です。これでクッキーが超美味しくなる。蒸し用バターを使うのを忘れないでね。そうしないと塩辛いクッキーになっちゃうかもしれない。 The butter will bubble up a lot。 色を確認しながらずっと混ぜ続けて、きつね色になったら火を消す。急に色が変わるので気をつけてね。そしてボウルに移して冷ます。焦げてるブツブツも味の深みになるから入れてね。 The butter should smell like roasted nuts。次はドライの材料を混ぜ合わせる。大きいボウルに 280g の薄力粉を入れて、小さじ半分の塩と小さじ半分の重曹を入れて混ぜ合わせる。 Baking soda will help the cookies to rise when you bake them。 次は別のボウルにウェットの材料を混ぜ合わせる。 120g のブラウンシュガーと 90g のグラニュー糖を入れて、溶かしバターが完全に冷めたらボウルに加えて混ぜ合わせる。次、室温の卵を1個加えて。 Always use room temperature eggs to help the cookies rise。そして色が薄くなるまで混ぜる。小さじ2のバニラエッセンスを加えて、ドライの材料をウェットの材料に入れる。塊がないようにザルを通して少しずつ加えるのが一番いいよ。 Mix in the flour until just combined. Be careful not to overmix the dough and let too much air in. 今日使っているチョコレートはこれです。これは友達からもらったアメリカのチョコレート、 Hershey's Chocolate。 アメリカで一番有名なチョコレートなので、スモーズを作るときはこのチョコレートを使うの結構多いです。でもこれは多分日本で買うと高いし、見つけるのが難しいかもしれないから、普通にスーパーで売ってある 60-70% ココアのダークチョコレートか、ちょっと高いけどリンツみたいなスイスのチョコレート、一番おすすめです。We want to save some chocolate pieces to put inside and on top of the cookies. So, we will start by cutting 8 pieces and setting them aside. Then, roughly chop the remaining chocolate and add them to the bowl. そしてクッキー生地と混ぜ合わせる。スモーズは本当はグラムクラッカーズ、すごいなんかドライな感じな全粒粉のクラッカーっていうのはビスケットみたいの使うんだけど、日本ではアメリカのブランドが見つからなかったから、代わりにこれを使います。ほぼ同じだね。ネットで調べたところ、スモアクッキーの作り方で人気ある方法が2つあるみたいので、両方試してみます。So for the first method, line a baking tray with baking paper, place one graham cracker at the bottom, one piece of chocolate, and a marshmallow on top. Make four of these stacks and ensure there is enough space between them. そしてアイスクリームスクープを使ってクッキー生地をワンボールすくい取って手でぺっちゃんこにする。生地でマシュマロとクラッカーをかぶせて、穴が開かないように気をつけながらクラッカーが見えなくなるまで包む。4個同じようにできたら45分から1時間冷蔵庫に入れます。そうすると味がもっと深くなるし、いい形と食感に出来上がる。クッキー早く食べたいの分かるけど、このステップは絶対に飛ばさないでね。 OK、 残りの生地で2番目の作り方をやってみます。 Crush 4 graham crackers into the bowl and mix it into the cookie dough. Scoop out a ball and press to make a large dent with your thumb. Then place a marshmallow inside and enclose it with the cookie dough. Add a piece of chocolate on top and place it on the baking tray. これもクッキー4個作るつもりだったんだけど、1個に生地を使いすぎちゃって全部で3個しか作れなかった。
Oops. はい。そしてこれも45分から1時間冷蔵庫に入れます。The longer you keep it in the fridge, the more delicious it will be and the better the texture and the shape.このスモアクッキーのレシピは僕の普通のチョコレートチップクッキーのレシピを使ってるのでそっちのクッキーも興味あったらここに、リンクを入れますので見てください I think it is the best chocolate chip cookie recipe ever ちょっと時間があるからキッチンの掃除タイムどのぐらいかなあと16分あります16分 It's nearly time to take the cookies out of the fridge. その前にオーブンを170度に予熱します。焼き時間と温度は調整しながらやるつもりなんだけど、普通のチョコレートチップクッキーと同じように170度で17分入れてみます。We will start with baking the first four cookies and place them in the middle rack of the oven.17分経ってまだ広がりが足りないと思ったので、もう2分焼きました。Wow, the shape and color came out pretty good. 残りのクッキーも同じように焼きます。こっちはちょっと変な形に出来上がった。A little tip, if you want to make the cookies look nicer, you can use something round like a cookie cutter, which was a bit too small for my cookies, or a round container to reshape the cookies while they are still hot. 一個はもうバラバラになっちゃって、すくうことができなかった。でも全体的にはいい感じに出来上がったと思う完成ですこっちのクッキーを裏返すとビスケットまだ見える本当に綺麗にクッキーと合体してるそして半分に割ってみるとマシュマロがとろとろすごいこっちの方は完璧にできたと思う中がすっごいもちもちいただきますうんこれ美味しいめちゃくちゃ美味しい伝わるかどうかわかんないけどこの食感本当に完璧 The outside has a crunch to it The inside is a chewAnd then you have the melted marshmallow and chocolate. It has the perfect three combination of textures all in one. マシュマロが入っているから甘すぎるかもと心配してたけど、ちょうどいい甘さに出来上がった。2個目は1番目の方よりも全然違う食感ってもうわかる。外側がもうIt's all crumbling off. こっちの方が硬い。もっとサクサクしてる。これ絶対に、グラムクラッカーズを割って入れたから、こうやって食感が変わった。食べてみます。やっぱり食感全然違う。I really prefer the texture of the first cookie.Really、good. Do you want to try? Yes, please. どっち? There's two different ones. ありがとう。はい。見た目はいい感じね。うん。あ、思ったよりも甘くない、見た目ほどは。うん。No, it's really good. うん。Yeah. マシュマロはそんな甘くなくて美味しい。うん。OK、もう一つの方。すごい。でもどこにグラムクラッカーあるの? It's mixed in with the dough. 言われてみたらわかるけど、後で残る印象は両方とも。同じ。美味しいです。ありがとう。じゃあね、美味しい。バイバイ。はい、今回学んだことは、クッキーの大きさを全部同じにするために、生地を丸めてから重さを測った方がいいです。そうすると、クッキーが同じように焼くし、8個正確に作ることができる。クッキーの形が崩れないようにマシュマロを十分なクッキー生地で包む必要があるクッキーが完璧な形でオーブンから出てこなくても心配しないでねクッキーカッターや丸いコンテーナーを使って熱いうちにクッキーの形を整えることができる That was Small's Cookies もっとこういうレシピを見たかったら Hungry Husky のチャンネルに登録してくださいあとコメントといいねも忘れないでね I'll see you in the next one全然変わってない。I'll see you in the next one.
あ、これから夕飯作んなきゃいけない。忘れちゃった。